スノーマン、キンスマ2年半ぶりに出演成長した9人が中井雅宏に再び挑む。スノーマンが4月14日放送の中井雅宏のキンスマスペシャル TBSK に出演する。スノーマンが同番組に登場するのは約2年半ぶり。デビュー1年目に出演した前回よりもパワーアップしたスノーマンのメンバーに中井が再び迫る。 デビューから3年、グループのみならずここでも活躍中の9人が成長と変化を大先輩、中江に見せる。そして国民的なアイドルグループを目指す彼らは、金スマで何を学び取るのか。